小山和型戦艦は大日本帝国海軍が山和型戦艦の次に計画した戦艦である。計画のみであり、寄港されなかった。本計画と同時期に計画された改め山和型戦艦についても記載する。なお、本校のデータなどは推定値であり、書籍等によって差がある。アメリカ合衆国が建造を開始した戦艦軍に対抗するため、1942年に、 ご計画によって計画された、戦艦3隻のうちの1隻、第797号艦であり、第4次補充計画で建造される、第110号艦及び111号艦の改良型である。大和型戦艦の装甲が、対 46cm 砲防御として、厚すぎると判断された結果、大和型の原則 410mm、 看板 200mm に対しそれぞれ 400mm、190mm と薄くなる一方、艦艇の防御壁は、ヤマト型の二重から見重へと強化され、艦首と艦尾の装甲も強化されている。改めヤマト型は110号艦を基本設計とし、武装の強化も行っている。それまで4機であった複砲の内原則の2機を撤去、もしくはすべてを撤去の上広角砲に換装。 原則の対空火器を40口径 12.7cm 降格砲から65口径 10cm 降格砲に強化した。また、手砲も 46cm 砲ではあるが、長方針である50口径にするという案もあり110号艦お及び111号艦で改良する予定だった。大和型戦艦の問題点も直す予定だったと言われる。改め山戸型戦艦と同じ第五次。 補充計画によって計画された、戦艦3隻のうちの2隻、第798号艦及び第799号艦である。アメリカが46センチメートル砲を搭載した、新型戦艦を建造するという懸念と、日本軍自身の対抗新砲を搭載する計画は、あった。砲自体も実際に試作され、完成されているから、それをさらに打ち破るために、 さらなる大口径砲の51センチメートル砲を搭載することが計画された。艦型は計画時の時間の都合で完全な新規設計ではなく、前型の大和型戦艦の強化発展型であると伝えられている。最も大型の案では、基準排水量8万5千トン、51センチメートル砲、3連装3機または連装4機、速力30ノットというものであった。 しかし、5 1トル三連装砲の設計、製造自体が困難であるだけでなく、三連装砲を搭載する場合には、基準排水量が9万トンを超えると試算され、ドックや補給施設、港湾設備などの問題からも、実現不可能とされた。このため、長山戸型では、連装砲が採用されることとなり、連装砲498門を搭載するとされたが、この案でも、 基準排水量が8万5000トンに達すると試算され、運用上問題があるため、この案も採用されることはなかった。最終的に、超大和型は51センチメートル砲連装3機を大和型に近い規模の艦隊に搭載し、速力も大和型と同じ27キロトンとするという案が、完成本部より提案され、基本計画番号として A-150 が、 与えられることとなった当時建造が開始された110号、111号館と共に建造するため、大分県大臣村に交渉を新設。そこに、新ドックを建造し、第798号館は、呉交渉での11号館の完成が終わった。後で、第799号館は、大分県の新ドックでの建造がされることとなっていたという。 超大和型戦艦の手法は、姿勢工法という名称で開発が進められており、1942年の段階で方針2門を含む主要部分は完成もしくは、組み立て直前の状態にあった。また、口径が拡大したことで、大和型の手法弾よりも3割近く重量が増し、約2トンに達するものとなったことで、作薬量が増し、 作能の数も人力での運搬が困難なほどに増加したことが問題となっていたが、この点についても気力による作能運搬、要約に変更することが検討され、模型を利用した動作検証も行われており、ある程度の実用化のめどが立っていた状態であった。しかし、長山的型戦艦の建造中止に加え、戦況の悪化により試作法の政策が中断された。 ため最終的には未完に終わっている。超大和型は搭載砲塔の設計についてはほぼ終わっていたが、艦自体の設計は終わっておらず、資料自体もほとんど残されていないため、合計4隻建造する計画だったという説、51センチメートル砲搭載である都合上、排水量は大和型よりも2万トン以上大きくなるという説。 対空能力と防御力を重視して、複方を搭載せず、広角砲を増設する予定だったとする説など、様々な説が存在している。広角砲自体も、超 10cm 砲より、機外半径に優れた五式 12.7cm 広角砲が、搭載された可能性もある。また、伊藤正則によって官名は、キー、終わりが予定されていたという説が唱えられているが、 長山戸型の艦名に関する資料は存在しないため、これはあくまで戦艦艦名の命名規則に従って、推測された艦名に過ぎず、想像の息を出ないものでしかない点には注意が必要である。海戦時の航空機による戦火のため111号の建造は中止、110号はドックから出せる段階までの建造となった。その後戦艦そのものの必要性が薄れ始め、 ミッドウェイ海戦により軍艦建造計画は大幅な見直しがされたため、新戦艦3隻の建造は中止されることとなった。その後の改めご計画で110号は空母に改造され、シナノとして就航した。この件は、移設もあり、6万5五千トン級5 0センチメートル砲六6門装備案は8万5五千トン級5 0センチメートル砲八8門装備艦建造実施に、 必要なインフラが整うまでの急橋の儀だったとする説もある。この場合、収益済みの大和武蔵の手法も51センチメートル連装法に換装することで、一貫あたりの門数不足を補う構造だったという。完成本部の出した案では、大和型戦艦に近い規模とするとされている。完成本部の出した案では、大和型と同じ27キロトンとされている。ありがとうございます。